尾道文学の館。尾道文学の館は、広島県尾道市の先行寺山中腹にある、尾道市立の文学館。文学記念室、中村賢吉急遽、志賀直哉急遽とその建物南側に記念碑がた、おのみ市文学公園の4つの施設からなる。尾道は、旧来より、港町、商業、工業都市として栄え、財を成した者や文人木格が、 滋賀市,市北の風光明媚な、この場所に今日構えることもあった。市はその中の一つである、滋賀直屋急遽を買い取り、その南側に文学公園を整備し、文学記念室として公開した。その時は、林文子の資料展示や書斎を再現、大林信彦の尾道ロケ写真などを展示していた。滋賀急遽なのに、滋賀以外の資料が展示されていたことに、一部から批判も、 されたようである。その後、中村賢吉急遽も同様に整備された。1998年に、尾道市政100周年、翌1999年に、西瀬戸自動車道、島並海道開通を機に、町ごと芸術、文化館構想事業が推進された。市はその事業の一つとして、それまで混在していた資料を再整理し、文学記念室を、 本来の、な直や急遽として滋賀のみの資料室とし、さらに、小野道ゆかりの作家の発掘、伝承作業を行い福井邸を、棚文学記念室として公開した。それら4つの施設を一つにまとめ、1999年3月に、小野道文学の館として、再開館した。展示されている資料の他に、日本百景にも選ばれている、この地から絶景を楽しむことができる。 周辺には映画ロケ地、特に大林の尾道三部作が点在している。東土道町13-28、元々は地元企業役員の福井邸。庭付きの木造平屋建て、三川ラブキでスキア作りの建物で、東棟、西棟、茶室からなり、いくつかの部屋では、当初から茶会ができるように設計されている。1912年、大正元年に東島。 1927年、昭和2年に西島、1928年、昭和3年に茶室と増改築を行い現在の形となった。福井家の希望により、1998年に市が建物並びに庭園を整備し、文学記念室として公開した。尾野道ゆかりの作家である、林文子、高垣ひとみ、横山道子、雪とも風家人である、中村健吉。 山下道の区、麻生二郎の愛用品や書館、直筆原稿等を展示している。特に、林文子については、東京の家にあった書斎が再現されている。中村健吉の遺作も展示している。ちなみにこの建物は、映画、太陽は泣かない、1976年、飯塚二郎、あの、夏の日、1998年、大林信彦のロケ地でもある。 2004年9月10日、旧福池住宅、小道市文学記念室をもや、茶室、土蔵として、国の登録有形文化財に登録された。東土道町8-28、1912年、大正元年11月、白樺のあり方への疑問と父との不和から東京を離れ、友人が褒めていたという、この地に移住。 六畳三畳の二部屋と土間の台所だけの平屋の三軒、胸割長屋で、ここで代表作、暗夜航路の構想を練り寄稿した。ちなみに、暖を取るためにガス会社からストーブを借りていたが、そのガス使用量は、おの道中で二番目であったという。その後1914年、大正三年中頃まで座住した。おの道文学の館として整備される前は、 ここが文学記念室として、林文子の書写や資料、大林信彦のお道ロケ写真などを展示していた。後に、林のものは、新しい文学記念室に移り、大林のものは、なくなって、現在では滋賀のみの資料を展示している。一軒目、写真手前に当たると二軒目が受付及び展示場、三軒目に、滋賀が住んだ、当時の部屋の様子が再現されている。 南側の縁側から景色を楽しめる。文学公園は、このすぐ南側にあり、文学の館を整備された権威が記載された記念碑などが立っている。東土道町15の10、1933年、昭和8年12月25日に病気療養のために、この地を訪れ、1934年、昭和9年5月5日に亡くなった。 斎藤も基地をはじめとする多くの文人たちが見舞いに訪れたと言われている。ここでは他の施設と違い、離れの建物のみ見学できる。中村の資料などは文学記念室の方で展示されている。ちなみに他の施設から少し離れたところにある。前には文学碑が立ち、そこから文学の小道へと続いている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。